はい。では、えっと、ここからはですね、あの、今年の8月に行った緊急支援に的を絞って、あの、説明させていただくんですけれども、1万、1万ドル強え合計で最終的にはですね、1万2千ドル規模の緊急支援でしたので、そんなに、あの、まあ、大規模なものでも、あの、ありません。で、その中で、えっと、冒頭に申し上げた、寝床もない、 雨が来て雨が降ってきたら、もうそれに打たれながら眠れない夜を過ごさなければいけないっていう、あの、そういった方々をこう助けるために、この厳格な選定基準を用いて対象を絞っていきました。で、えっと、JVC の南スーダンにおける、えー、パートナー団体がですね、この MHA、モバイル・ヒューマニタリアン・エージェンシーという NGO なんですけれども、えー、この団体は、えー、プロテクションに特化している、あのプロテクションが専門の、えー、団体なんですね。ですので、彼らの、えー、選定基準をあの、ま、尊重する形で進めました。でえー、具体的には、えっと、まずはあの、孤児を筆頭に、あのま、児,童児童ですねあの、やはり社会的に弱い立場に置かれているあの,のが誰なのかっていうのを考えると、 子供、それから、えっと、女性が多いです。女性も、あの、旦那さんを亡くされているですとか、あの、シングルマザーとして、あの、子供を、あの、8人も10人も育てているですとか、あと、あの、高齢者ですね。あの、こういった、えー、体がか、あの、なんて言うんでしょう、あのか、かなり動き、動きづらくされている方々ですとか、あと、あの、障害、えー、これは、えー、体の、 身体的な面であれあの、精神的な面であれ、障害をお持ちの方も現地にはいますので、こういった子供、高齢者、女性、それから障害者は、あの、えー、やはりですね、国連が大規模なあの支援を行うときにも、あの、その大きな、な,なんてうでしょう、大きな網で引っ掛けるような、えー、大規模な支援から漏れてしまうっていうことも多々あるんですね。というのは、えっと、 そもそも情報が届いていないですとか、そ,その場に割り込んでいけない,い、いけなかったりですとか、まあいろんな理由で、えー、支援から漏れてしまうので、そういった方を特定して、ね、で、えっと、配布を行いました。で、場所は訪問したユニティ州のレールという中核的な町があるんですけれども、このチューブのレール周辺に、 えー、ナイル沿いの、えー、アドックポートという町、それからソーニョールですとか、ムームっていう、あの、これも避難民の方々がこう、えー、密集している地域です。であとはその中心地の、えー、レールタウンですね、えーこ。こういった4箇所にまたがって、えー、配布を行いました。で、えっと、えー、具体的なその個人の特定については、えー、パートナー団体の MHA が、えー、レールに事務所を持っておりますので、 そのレールのチームが、えー、一軒一軒家庭訪問をして、で、えっと、この家庭は支援が必要だというふうに、あの、判断。判断を下したその場合は、整理券を配布すると。で、当日その整理券を持ってきてもらって、えー、物資と、そのベニールシートと引き換えという形を取りました。はい。で、配布についてなんですけれども、えー、7月から、あの、物資の調達を行いまして、えっと、今、写真のですね、あの、 えー、右端に表示されているのが、右端といいますか、この船の写真があると思うんですけれども、えー、これがジュバの港で、えー、調達した物資を船にあの積載して、で出港を待っているあの様子ですで、えー。真ん中に立っているのが MHA の代表者のジョンという方ですね。で本当はあのすぐにでも出港して、でえっとまあ、1週間程度で到着する、えー、予定だったんですけれども、 今ですね、世界的にあの燃,料燃料が高騰していると思うんですけれども、ジュバでもあの、えー、石油の値段が上がっておりまして、でえっとえー、この船の、なんでしょう、船,船便の,その、えー、会社が、えー もっとよ,より多くその物資を積まないと採算が取れないというふうに言い出しまして、えっと、それをま、出向をこう待たなければいけなかったので、それで2週間程度、えー、遅れてしまいました。 で、えっと、まあ、2週間程度の遅延はあったものの、無事に、ユニティ州の、えー、ナイル沿いのですね、えー、アドックポートという町に到着しまして、えっと、まあ、中心地のレールからは20キロ程度離れているんですけれども、で、そこから配布の準備を進めた感じです。遅延した2週間の間にですね、えー、雨がこう降り始めまして、で、えっと、ここ3年4年、あの東アフリカではかなり降水量があの増加しているんですけれども、 えっと、まあ、雨が降って、こう川がまた氾濫してですね、あの、中心地のレールタウンという場所と、それから、えー、え、イル沿いのこの港をつなぐ道路が冠水してしまいました。ですので、えっと、本来は陸路でアクセスがすごいあの、簡単なところがこう全部冠水したので、今、下の写真に表示されている、こういった丸木船ですね、え、この丸木船に、え、レールの、え、MHA のその、 スタッフがこう乗って、で、さらに、えー、ビニールシートもこういったものに乗っけて、ピストン輸送をしたという感じですね。で、本来は、あの、一件一件、あの、家庭訪問をするような形で物資をこう配布するつもりだったんですけれども、かなり時間を、この遅延でつかあの使ってしまったと言いますか、あのかなり時間を失ったので、えー、仕方なくですね、会場形式で、今写真で表示されているように、あの、 並べてであの人々にも来ていただいてでそ,その場で整、えー、理券と引き換えをするというあの方式を取りました。はい。整理券自体はどうどういうふうな形であのお手元に届けたんですか。あ、整理券はあのまあ簡単なそのまあ、数字のついたトークンなんですけれども、それも家庭訪問で MHA というパートナー団体のレールのチームがですねあの作成したものを その家庭訪問した際にあの配布していた、一軒一軒回って、えーとえー、この人は支援が必要だという方を特定して、であの配布をしたという、えーまあ、直接の手渡しですね。と、はい、この写真で、はい、なんか四角い白いものがいっぱい地面に置かれているのは、これは具体的に何なんですかね、はい、あこれが、えー、とまさにあの、えー、配布物資の、えー、ビニールシートです。 これがかなり多くて、えっと、大きくてですね、えっと、5メーターかける6メーターだったかなと思うんですけれども、これを皆さん、あのまあ、床に敷くのではなくて、テントのようにです、ね、屋根代わりにして雨をしのぐといいますか、まあ、その家の家というか、小屋の屋根になるあの、するするためのビニールシートです。では、えっと、今後についてなんですけれども、どういった難点が。 あるのかと言いますと、2019年から続く洪水が、あの、もうかなり工場的なものになってきてしまっているので、あの、水位が上がったり、あの、まあ、な,なでしょう、ちょうど潮の満ち引きのような感じで、えっと、水がここまで来ている期間があれば、引いていて遠ざかっている期間もあるというふうに、それに対応しながら、えっと、支援活動もしなければいけないんですね。ですので、えっと、 え、ま、洪水による移動というのも、あの、えー、伴いますし、で、いつ、あの、また、武力紛争が、あの、再燃するかも、えー、わからないので、えー、そういった、また、移動を、こう、ちゃんとリスクとして、あの、えー、念頭に置いてですね、で、あの、支援をする必要が、えー、あります。で、それに対処するために、あの、IOM などの一部の機関は、こういった、 えー、ブラッダーって言うんですけれども、まずあの、その洪水で押し寄せている水そのものを、この丸いプールに引き込んでですね、ここにまず一体あ、一旦溜めて、で、えっと、二つ今、この右側の写真で、なんていうんでしょう、灰色、グレーの、この薄 あの、薄っぺらい器具と、それから、こっちの黄色の薄っぺらいまブラッターそのものがあると思うんですけれども、この中を通して、えっと、塩素消毒などの簡易的な処理を施して、で、えっと、飲める、飲める状態の水に、こう、作り上げていくっていうものです。で、こういったものなら、あの、もし移動せ、あの、強いられたときは、発電機とポンプと、それからこのブラッターそのものを車に積んで、また運んでいけばいいだけなので、こういう、あの、工夫が、 必要になるかもしれませんあとの地域の理解という観点では、今回 JVC が提供できたビニールシートは500部だけだったので、その500人に入れない方々からやはり一定程度の反発があるんですよね。で、このように会場形式で配布したので、整理券を持っていない方々 が、こう、ま、あどうして自分はもらえないんだということで、あの、担当者の、その MHI の担当者にこう押し寄せてきて、で、えっと、ちくいち説明をしなければいけなかったという事態があったので、なので、えっと、えー、まあ、もちろん、あの、私たち JVC も、えー、MHI も良かれと思って、えー、ま、現、現地のその最も社会的に弱い立場に置かれている人々を助けるためにですね、あの、 受益者の選定をして配布しているんですけれども、あの、最も社会的に弱い立場ではなかったとしても、それでも、えー、かなりの苦しい、かなり苦しい生活を、えー、また国内,国内避難民として知られているという、現地の方々が知られているということは事実ですので、えー、そういった方々の、えー、理解を得るという、そういう、あの、課題もあります。であとは、あの、疫病についてですね。あ、すいません。ちょっと、行き来して申し訳ないですけれども、 えー、今、あの、一番左側に、えー、丸木船の写真があると思うんですが、こういったところも本来はあの水がないところです。で、えっ、ー、と、洪水が向上化してきて、で、こういうような、あの、えーまあ、湿地帯といいますか、沼のような場所がこう広がってきたので、それだけ蚊のようなですね、あの、えー、虫も増えてきて、で、えっ、ー、と、えー、現地の方々も、あの、まあ、マラリアをはじめ、えっ、ー、と、 え、場合によっては、その、これらですとか、あの、いろんな、えー、疫病の蔓延というのが大きな課題としてあるので、えっと、実際問題、今回、この緊急支援を行った後で、この、えー、左側の写真のこの大きな男性がいらっしゃると思うんですけれども、この方、えっと、パートナー団体のジョージという、あの、えー、代表者の一人でして、で、えー、この方が、その、ユニティ州出身の、えー、 方が現地で動き回って、で、配布を終えた後に、あの、えー、マラリアで倒れてしまうというような事態もあったので、えー、我々外国人は特に気をつけなければいけないですし、えー、現地の方も、あの、相当、何、えー、て言うんでしょう、入念にあの対策を練ってですね、えー、動かないと、えーま、病気にやられてしまうという、そういうリスクも、あの、ありますし、えー、それは紛争や、あの、 洪水のような被害で、あの、より一層拡大しているところなので、えー、気をつけていかないといけません。